続く坂道の途中で、それ違う大人たちはつぶやくのさ、愛とか夢とか理想もあるけど、目の前の現実はそんなに甘くないって、つまずきながらも転がりながらも、かさぶただらけの情熱を忘れたくない、大人になれない僕らの強がりを一つ聞いてくれ、逃げも隠れもしないから、笑いたいやつだけ笑え、せめて頼りない僕らの自由の目を摘み取らないで、水をあげるその役目を果たせばいいんだろう